アンダー63kg トーナメント第3リザードファイトです。谷山俊樹選手、朝原翔平選手の登場です。トーナメント第2リザーブファイト、強肩竹内竜二選手、浦部晃也選手の登場です。第1リザーブファイト、渡辺和久選手の登場です。なお対戦相手の宮田和之選手ですが、今回諸事情のためこの記者会見は欠席をさせていただきます。ご了承ください。ではここからはフィールズ K1 ワールドマックス2010アンダー 63kg ジャパントーナメントファイナルに出場する選手をご紹介いたします。今中央に運ばれましたこの初代ライト級63キロ級のチャンピオンベルトをかけた戦いです。それでは登場していただきましょう。まずはトーナメント準々決勝第4試合、結城選手、大和哲也選手の登場です。
準々決勝第1試合、上松大輔選手、松本義律選手の登場です。以上、選手に登壇していただきました。ではここで各選手に明日の大会の現在の心境、そして抱負を伺ってまいりたいと思います。選手の皆さんはどうぞ円台中央に進めていただいてお願いいたします。ではまずオープニングファイト、小宮選手からお願いします。スクランブル渋谷の小宮です。70キロでオープニングファイトは自分だけなんですが、70キロの迫力とレベルの高い試合を見せて K1 を盛り上げたいと思ってます。よろしくお願いします。ありがとうございました。では対するタヒール・メンチ選手、お願いします。Ik ben heel trots dat ik mag vechten in K1 Rex in Japan. Ik ben heel erg blij dat ik de kans krijg om voor mijn vaderland te vechten in zo'n grote gala. Respect voor alles. Push.私はオランダに住んでいるコソボから来たファイターです。で今回、コソボの選手としてこの K1 のリングで戦えることをすごく誇りに思っております。明日はとてもいい試合ができるように頑張りますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。では続いて谷山俊樹選手、お願いします。谷山ジムの御曹司の谷山俊樹です。明日は第1試合目なんで、ワールドカップよりも、熱い試合できるといいと思ってます。で、セコンドは本田選手はついてくれるので、木戸選手です、すいません。ちょっと本当怒られちゃうんで、木戸さんに。あとでどうなるか分かんないですけど、多分見ないことを祈って、とりあえず明日は頑張ります。お願いします。ありがとうございました。では対する朝原翔平選手、お願いします。シルバーアークスの朝原です。相手の谷山選手のセコンドにすごい人がセコンドにつくみたいなんですけど、こっちもすごい人がセコンドにつくんで、明日は自分が勝って、試合を盛り上げたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。では浦部光也選手、お願いします。浦部光也です。竹内さんとは、アマチュア時代から出稽古などでお世話になっていまして、まさか戦うとは思ってなかったんですけど、でもやっぱり自分も K1 でやっぱり上行きたいんで、ここはやっぱり勝負事ですし、やっぱ勝って上に行きたいんで、絶対明日は勝ちたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。では対する強肩竹内選手、お願いします。今小屋も言ってたと思うけど、小屋の若い頃から知ってるから、あんま戦いたくなかったけど、今回は
恨みっこなしで思いっきり来てほしいし、俺も思いっきり行くから、まあ、頑張ります。期待します。では続いて渡辺和久選手お願いします。またこの K1 の舞台に立って、嬉しいです。まあ明日の俺を楽しみにしてください。明日全て見せますんで、はい、ありがとうございました。ではトーナメント準々決勝第4試合、まずは結城選手お願いします。リアルディール所属、博多の悪道結城です。今日は福岡から、優勝するために、東京に来ました。インターネットとかでやっぱいろいろ K1MAX の情報を見てたら、どうしてもね、あの MAX イコール70キロっていう、イメージがあるのはまあ仕方ないんですけど、他の選手はどうか知らないですけど、僕はすごく悔しいです。まあ、63キロ今回トーナメント初めてということで、やっぱ勝負なんで勝ち負けはあるんですけど、勝っても負けても70キロが霞む試合を、僕はしたいと思ってます。ぜひ見ててもらいたいんですけど、もう一個、昨日友達からあの激励のメールをいただきまして、そこに非常にへこむ内容が書いてました。K-1 のインターネットでイケメンランキングを、なんか決めたみたいで、私最下位でございました。非常にへこんでます。まあ、あとはやるだけっていう感じなんですけど、ちょっと一言いいですかね。お前ら全員ぶっ倒してやろうと、イケメンどもが。谷川さん、公開処刑だけはやめてください。ありがとうございました。ありがとうございました。では対する大和哲也選手お願いします。こんにちは、名古屋から来ました大和ジムの大和哲也です。今回は今までにないぐらいバッチリ、仕上げれたので、本当にとにかく明日が楽しみです。もう明日は僕色にしっかり塗り上げたいと思うんで、よろしくお願いします。結城選手もすごいいい試合できると思うんで、すごくまずは1回戦をすごく楽しみにしてます。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ではトーナメント準々決勝第3試合、西垣左衛門選手お願いします。大阪から来ました西垣左衛門です。もう試合1日前やし、まあここでべちゃべちゃ言ってもしゃあないから、明日しっかり試合で、ボッコボコにして、まず石川戦を勝って、で一個一個しっかり、試合して一番ええ試合して、会場一番沸かして一番目指したいと思います。ありがとうございます。対する石川直樹選手お願いします。俺今まで一歩一歩チャンピオンになるまでもなってからもこれからも一歩一歩本当に一歩一歩一生懸命頑張ってきました。そしていよいよ明日軽量級の大舞台があります。こんなに嬉しいことはありません。こういう言い方本当はしちゃいけないのかもしれないんだけど、俺は明日全日本キックを背負って戦います。全日本キックは最強です。それを証明して優勝して軽量級の象徴になります。ありがとうございました。ではトーナメント準々決勝第2試合、尾崎圭司選手お願いします。チームドラゴンの尾崎圭司です。明日は、まあ、トーナメントではありますが、 あまりトーナメントのことを意識せずに、1ラウンド、第1試合の1ラウンドからバチバチ、まあ、久保選手も、ね、来てくれると思うのでやり合って、一番盛り上がる第1試合したいと思います。その先はそれから見えてくると思うんで、とりあえず第1試合注目してください。
とうございました。では対する久保優太選手お願いします。こんにちは、久保優太です。明日の1回戦尾崎選手すごい強い選手だと思うんで、まあ、挑戦する気持ちで頑張って、それでやっぱトーナメントで初代王者になって、マサオ選手のようにいつか K1 を引っ張っていけるような選手になりたいんで、頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。トーナメント準々決勝第1試合、松本義光選手お願いします。松本です。明日はイケメン狩りをします。俺もイケメンランキング下の方だったので、イケメン3人ぶっ飛ばしてブサイクを世の中に増やします。ありがとうございました。では対する上松大輔選手お願いします。チームドラゴンの上松大輔です。明日の大会、上位3つベストバウトしっかり取ってチャンピオンになりますので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。以上、選手に抱負を伺ってまいりました。ではここでご質問をお受けしたいと思います。ご質問のある方は挙手の上、媒体名、お名前を頂戴の上お願いいたします。では記者の皆様、ご質問いかがでしょうか。では今マイクを回しますのでお待ちください。すいません、毎日新聞の長岡と申します。まず石川選手をお伺いしたいんですけれども、試合の前から随分、まあ、いろんな舌戦といいますか、つばぜり合いがいろいろあって、まあ、一方的に言われてたかと思うんですけど、その辺も含めて明日の意気込みというのをいただけませんでしょうか。まあ、ある時期からもう僕、相手がいろいろ言ってんの見てないんですよね。だからまあいろんな人から聞くんですけど、まあ何言ってるか分かんないんですよね。まあ相変わらず根拠のない響いてこないこと言ってんだなっていうのは入ってくるんですけど、うん、まあ明日試合が終わっていろんな人の前で恥かいて、その後もまだでかい口叩けたら本物だと思うんで、そうしたら認めてあげたいですけどね。うん、まあ明日彼のキャラクター変更をせざるを得ない試合をしてやっちゃいます。すいません。で、今のお話を受けて西賀選手お話いただけませんでしょうか。まあ明日キックボクシングの試合ちゃうから、 K1 の試合し、キックじゃすごいキャリアあってね、有名かもしれへんけど、 K1 やったらあの方がリング用立っとうし、まああとでもやっぱ一番出てるメンバーの中でええ試合したいんで、僕何回か石川の試合見たことあるんですけど、よう抱きついてるところを見てね、まあ勝ち、まあしっかり勝ってあれですけど、まあええ試合したいんで、まあ僕女の子に抱きつかれるのは全然ウェルカムなんですよ。でも男に抱きつかれるのはほんまノーサンキューなんで、明日ガンガン打ち合って試合して、まあギャフンと言わしてやりますわ。ありがとうございます。ありがとうございました。他に記者の皆様ご質問いかがでしょうか。TBS 金沢です。トーナメントに出る8人の選手にお伺いしたいんですが、今までライト級は、まあ、テレビの放送もなく、5月2日も、まあ、関東ローカル、深夜で、ま、でも明日は、まあ、ゴールで全国ネットの放送になります。自分たちの階級を、まあ、認知してもらう絶好の機会だと思うんですが、逆に盛り上がらなかった終わってしまうということもあるかと思います。その点に関して意気込みとありましたら、一言ずつお願いします。では、ゆき選手からお願いします。まあ、やっぱり、みんなが期待しているのは、KO しかないと思うんで、
まあ、勝っても負けても KO と、決勝まで上がっても全部1ラウンド KO を狙って、戦います。それだけです。では山瀬選手はいかがでしょうか。まあそうですね、この軽量級が新しくこう全国ネットで放送されるというのはすごい意味のある大会だと思うんで、まあ、僕もミルク選手に対して倒したいし、まあ、とにかく僕の1試合目は本当にすごくいい試合になると思うんで、まずそれでインパクトを与えれたなと思います。ありがとうございます。では木材門選手お願いします。まあ、しっかりガンガン最初から打ち合ってで試合して、絶対70、63の方がおもろいの、まあ、証明したいんで、頑張ります。では石川選手お願いします。優勝した選手が一番人生が変わるのは当然なんですが、僕は去年同じチームの山本優也が準優勝して、人生が変わったのを一番近くで目の当たりにしてます。だから優勝した選手はもちろんだけど、ここにいる8人全員が人生変わるようなトーナメントにして明日盛り上げて、みんな5月2日を経て、この階級が切羽詰まってるのはもうみんな分かってると思うんで、明日全員で勝ちに行きたいと思います。ありがとうございます。では尾崎選手お願いします。僕は70キロも経験して、70キロのケアマックスも経験して、7キロ落としている立場なんですけど、70キロと63キロ違うところは、スピードとテクニック、競技人口も全然違いますから、同じ、テレビ画面で見てて、その違いっていうのは70キロより分かると思います。あとは、5月2日に足りなかったのは相手を倒すことだと思うんで、今回、みんないろんな思いをかけて戦うと思うんですが、KO が多ければ必ず70キロを超えるいいトーナメントにもなりますし、いい階級に、これから発展していく階級になると思いますので、僕も含めて皆さん KO を狙っていくと思いますので、テクニックと、スピード、そういうものは、70キロより必ず面白いと思います。期待してください。ありがとうございました。では久保選手お願いします。僕はディフェンスっていうか見切りが得意なんですけど、明日はそういったのじゃなくて、ちゃんとKOっていうんですかね、そういうのをちょっとアグレッシブなスタイルを自分も見せたいと思ってます。なんで、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。松本選手お願いします。やっぱり一般の人たちは打ち合いとか KO が見たいと思うんで、全試合打ち合って打ち合いに持ち込んで KO してそれを見せたいと思います。ありがとうございます。上松選手お願いします。ハイリスクハイリターンの試合しかするつもりはないんで、松本選手1回戦から打ち合ってくれるそうなんで、どちらにしても盛り上がらないことはないと思うし、盛り上がらなかったら終わるってことをまず考えてはないですね。ありがとうございます。よろしいでしょうか。他にご質問いかがでしょうか。はい、では以上で質疑応答を終了いたします。ここで第1部は終了とさせていただきます。写真撮影なんですが、第2部の会見終了後に合わせて行いますので、まず選手の皆さんはそれぞれの席に